立川市、立川市は、東京都の多摩地域にある人口約十八万人の市、東京都の東し部を除く地域の中央よりやや、西側の多摩川中流ュウ武蔵野台地上に位置する。JR 中央本線、南部線、大目線が乗り入れ、多摩地区最大の乗車人員数の立川駅と、多摩地区を南北に結ぶ多摩都市モノレール線の、立川北駅、立川南駅があり、 400万人の人口を有する東京三鷹地区の中心都市として商業施設やオフィスが集積している。鷹地域では町田駅、吉祥寺駅、八王子駅と並び駅前が発展しているが、モノレールとオフィス街を有する立川駅は近未来都市のような様相となっている。2001年の東京の新しい都市づくりビジョンで各都市に指定されている。立川駅は 中央線特別快速電車で、東京駅から40分、新宿駅からは25分ほどである。東京都特別区部への通勤率は17.6%、平成22年国勢調査。江戸時代までは、甲州街道及び、五日市街道沿いの村落に過ぎなかった。明治となって、板谷元上門。 1842年生 -1908 年没の大規模な土地の寄付による誘致運動によって、1889年に、甲武鉄道が新宿立川間で改良し、これ以降、立川市域南部の立川駅がターミナル駅となった。1922年、大正11年立川飛行場が設置されたことによって、商業、工業の集積が進んだこと、 今日の繁栄の石となっている。一方で、農業も盛んで、うど、独活は、立川の特産品である。内閣総理大臣を本部長とする緊急災害対策本部が、設置可能な立川広域防災基地を有する防災都市である。多極分散型国土形成促進法、1988年制定において、業務各都市とされ、旧文部省。 旧日省の5つの研究、研修機関の立川への移転が行われたほか、東京地裁立川支部なども八王子から移転しており、多数の国の機関が所在する多摩地区の中核都市となっている。総数109点のパブリックアートが設置された、業務地域ハーレ立川を有する文化、アートの街でもある。武蔵野大地上にあり、地域のほとんどは平地であるが、南部の多摩川沿いに、 立川崖線、北東端に国分寺崖線が見られる。標高は北部から南部へ緩やかに低くなっている。南北に残堀川が流れており、その急稼働にほぼそう形で立川断層が走っている。三通りの説がある。他にも砂川村と立川が合併して、立川の立、砂川の川が由来とも言われている。なお、 立川付近の多摩川の河原は率、川原、立川野原、立川原と呼称、上記いずれの説に由来するのかは、不明され、後に合戦も行われている。昼間人口二十万三千二百五十二、夜間人口十七万九千六百六十八、二千十年国勢調査。二千五年に、夜間人口、居住者は十七万二千五百六十三人であるが、 市外からの通勤者と通学生及び居住者のうちの市内に昼間残留する人口の合計である昼間人口は193,465人で昼は夜の1.121倍の人口になる通勤者通学生で見ると市内から市外へ出る通勤者46,380人市外から市内へ入る通勤者は67,332人と通勤者では 市外から市内へ入る通勤者の方が、だが、学生では、市外から市内へ入る学生は8,931人で、市内から市外に出る通学生8,981人と学生では、出入りは、均衡している。東京都編集、東京都の昼間人口2 0 0 5平成20年発行144,145 14ページ国勢調査では、年齢不詳の者が、 東京都だけで16万人いる。上のグラフには、年齢不詳のものを含め、昼夜間人口に関しては、年齢不詳の人物は数字に入っていないので数字の間に誤差はじる。立川市では、一部の区域で、住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。また、旧砂川町域を中心とした一部の区域で、町名地盤整理が実施されている。 立川広域防災基地は、南関東直下地震、首都直下地震など大規模災害発生時に、広域的対応を行う緊急拠点である。立川飛行場と内閣府災害対策本部予備施設を中心に、自衛隊、東京消防庁、警視庁、医療機関等の施設が集められ、内閣総理大臣を本部長とする緊急災害対策本部が、 設置可能な重要な基地となっている。国立病院機構災害医療センターは災害派遣医療チームダマットの研修を行う災害拠点病院の中の拠点であり、東日本大震災でも全国のダマットの総司令部として機能した。さらに裁判所などの国の施設もこの基地周辺に集約されている。八王子市にあった東京地方裁判所及び 東京家庭裁判所の八王子支部の建物が老朽化し手狭になったことにより、米軍立川基地跡地に新設された裁判所庁舎、緑町10-4に2009年4月初開店、それぞれ立川支部となったほか、西木町にあった立川簡易裁判所も新庁舎に移転した。八王子検察審査会も新庁舎に移転し、立川検察審査会となった。 これと共に新設された立川第二法務総合庁舎、緑町六の三には、八王子市から東京地方検察庁八王子支部、大目区検察庁が移転し、地検八王子支部は立川支部となったほか、西木町から立川区検察庁が移転した。また、泉町に立川高知省を新設し、2009年6月から、 府中刑務所八王子高知市所などから収容者を移送、八王子高知市所は廃止された。その他、様々、野球、テニス、陸上競技場、ゲートボール場、多目的運動広場、フットサル場、単育館武道場、他、うど、ブロッコリー、植木の生産が盛んであり、他にも五日市街道を中心に、 多様な農畜産物が生産されている。また、2013年5月には、JA 東京緑の農産物直売所、ファーマーズセンターミノを立川が開業し、地産地消や特産化を推進している。映画館、銀行、新宅銀行、共同組織金融機関、多摩都市モノレール線多摩川上水駅は、東山都市に属している。 市内を通る道路及び橋梁は以下の通り、高速道路は通っていないが、広域的ネットワークを形成する主要地方道の多くが通っており、これもまた商工業の集積を高める要因となっている。上流から順、フィルムコミッション事業とは、立川の街を映画やテレビドラマなどの撮影に使うことで、映像を通じて多くの人に PR し、 立川を好きになってもらったり、立川に遊びに来てもらうことを目的とした事業。発表都市順に記述している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。